全国のゴルファーの皆さん、こんにちは。小泉智之です。今回はドライバーショットの、振り遅れや、フェースが開いて右へ飛んでしまう、このミスの対策についてお話をしたいと思います。皆さん、コースへ行かれた時にこう右の OB だったりとか、崖、あとは池なんか、この右側にあるこのハザードとかですね、ペナルティーエリアっていうのにやっぱりすごく気になる方多いと思うんですね。あそこへこう飛んじゃったら嫌だなと思えば思うほどそこへ飛んでしまうみたいな、そういうことがあると思うので、今回はですね、なるべく右へのミスを、減らせるように、お話をしていきたいと思います。ボールが右へ飛んでしまう原因には主に2つあると思います。1つがこのフェース、この使い方が開いた状態で当たってしまう、これがまず一つです。もう一つは前へ前へ飛ばそうとすることで体重移動などをしすぎて体が流れて、よく言われる振り遅れという状態ですね。自分の体とか手元よりも大幅にこのクラブが遅れて入ってきてしまう、これによってスライスをしてしまう、この2つの、対策を今日はお話をしたいと思います。まず1つ目のこのフェースコントロールなんですが、これはですね、上げるときクラブを上げていくときにすでにフェースが開いてしまっている方が非常に多かったりします。基本このゴルフクラブというのはこういうふうに動くと思ってください。もちろん自分が回転するのでこの位置よりはこういうふうに開いていくんですが、ただ自分の手の中でこういうふうに回転する動きっていうのは極力少ない方がいいです。練習をされるときにぜひちょっと気をつけていただきたいのが、こういったグリップのところにあるこのロゴであったりとか、あとはこのようにシャフトのところにあるですね、なんか目安、文字なんかを一つ気をつけていただくといいと思います。このロゴであったり文字がスイングしているときにずっと見えている状態です。これがもし途中でくるりんと回ってしまうと、最初正面に見えていたこのロゴや文字が途中で見えなくなってしまいます。なのでこのロゴやシャフトの文字がバックスイングしてトップへ行くまで常に自分の視界に入っているように、ここをポイントにしていただくとスイング中のこのような無駄なフェースの開きというのが抑えられるので、まずバックスイングからトップでフェースが開くということが抑えられます。もちろんトップからダウンスイングインパクトまでのクラブの動きというのも要素としてはあるんですが、ただまずはですね、バックスイングからトップ、ここに来るまでにフェースが開かないようにしておいてもらうのが、すごく、分かりやすいと思いますし、ダウンスイング以降というのはやっぱりすごく速度が速いので、なかなかですね、自分で意識的に変えようと思っても難しかったりします。なのでまずはバックスイングからトップ、ここでフェースが開かないようにしておくということを、ぜひ押さえておいてください。もう一つの原因、ボールを遠くへ飛ばそうとしてぐわーっとこのように体重移動が入りすぎて振り遅れてしまうパターンですね。これについては練習場なんかに行くと、こういったボールを、ね、入れるカゴなんかがあったりします。これを、ね、活用して練習していただくのが分かりやすいと思います。僕もこれは結構やるんですけど、まずこの練習場にあるこのカゴを自分の足と足の間にセットします。でもしこのスタンスがね、結構こう広い、足がねすごい長い方とか広い方は、結構間がね空いちゃうので、そういった方は若干
ちょっと右足寄りにセットしてもらうのがポイントです。そしてこのカゴを挟んだ状態でスイングをしていきます。でこの時に体重移動しすぎてしまっている方はこのカゴに右足が当たったりします。結構痛いですこれは。そうなのでこのカゴに当たんないようにですねしっかり振っていく。そうだからといってですね右にこうやって残して打ってしまうのはこれちょっと違ったエラーにつながるのでそれは気をつけてください。しっかり左へ体重移動は行うんですがこのカゴに右足が当たらないような状態で振っていきます。練習場で練習する際は、ゆっくりでもいいので今の2つのポイントをぜひ気をつけてください。まずはこのグリップもしくはシャフトにある文字がずっと自分の視界に入っているような状態で上がっていきます。この時にシャフトを回さない、回さないようにして上げていきます。そしてダウンスイングではこの下に置いてあるカゴに右足が当たらないように振っていきます。この2つをセットでやっていただくと、かなりスライスさせる、要素っていうのは減らせるので、ぜひですね練習場でトライをしてみてください。